扉の先はどうなってるんだ。ここ親方様の。さっきまで病室にいたのに。あ、扉が。服もおかしな気分だ。現実離れしたことが起きているのに不安を感じていない。むしろ、隙のない力強い構えだ。これだけでわかる。やっぱり煉獄さんはとてもすごい人なんだと。わかりました。すべてをぶつけてこい。そう言っている。よろしくお願いします。全力で挑め。力を振り絞れ。煉獄さんはそれを望んでいる。男じゃない。いろいろと気になることがあるけど、そんなのは後だ。何度も打ち合って、やっと分かってきた。煉獄さんがこうして俺の前に現れてくれた意味が。体を合わせるために響いてくる煉獄さんの言葉が、教えが。前を向け。顔を食いしばれ。心を燃やせ。これからは。わかっています。
全部全力を出して刀を飛ばすだけでやっと煉獄さん、やっぱりとてつもない強さだ。ありがとうございます。これ夢、そうか、夢か。禰豆子、俺は大切な人をたくさん失った。家族、鬼殺隊の仲間、たくさんのものを鬼に奪われた。だけど大切な人はまだ残っている。つながりはまだ残っている。だから俺は刀を振るい続ける。大切なつながりが残っている限り、受け継いだ思いが背中を押してくれる限り、これ以上みんなが悲しい思いをしないために、歯を食いしばり前を向いて心を燃やして行こう。これからも俺は進み続ける。